3月9日ハワイコンベンションセンターでは一般公開に先立って特別見学会が催されました。今年も地元ハワイから数百名の学生たちがこのエデュケーショナルスクールツアーに参加。初めて触れる外国の文化に学生たちの好奇心と想像力が刺激されたようです。見て聞いて実際に体験してみる。五感からインプットされるこのような経験は将来を担う彼らにとってかけがえのない財産となることでしょう。